こんにちは、イランダ母ちゃんです。先日12月9日にユニクロ丸にコラボが発売されましたね。今回もね、 SS に続いて丸にらしいすごくポップな色使いで可愛かったですね。母ちゃんも何枚か購入してみたので、今日はその購入品とそしてコーディネートについてご紹介してみたいと思います。それでは行ってみます。一つ目にご紹介するのはこちらです。これ今もう履いてるんだけど、これバギージーンズ。これはね、丈標準76センチの方で49番のマスタードカラー、27サイズでお値段が4990円です。27サイズって相当大きく履いてるんだけど、母ちゃんね、今回これは落としてね、腰履きしたかったので、思いっきりこうなんか下に落として履きたかったんですよ。なんで結構ね、大きいサイズを選びました。こういうね、股上もきっちり合わせるんじゃなくて、ちょっとこうなんていうのかな、お股が下がってる感じっていうのかな、ちょっと長めに引きずるように履くのがなんとなく今っぽいかなと思って、こちらの27サイズを選んでみました。こういう履き方したいんだったらこれちょうど良かったと思います。裾ギリギリでね、こんな感じで履く時って、お洗濯できない素材だとね、ちょっと裾が汚れっぱなしになっちゃって嫌じゃないですか。だけどね、これはもうコットン素材だから、もうガンガンお洗濯できるので、まあ遠慮なくずるずる長く履けるなと思ってこのサイズを選んでます。母ちゃんね、マスタード色のデニムってちょっと持ってなかったんですよね。買ったことなかったんですけど、来年のね、 SS はこうセージグリーンとかね、クリームとか割とね、オーガニックな感じのカラーがトレンドになりそうだから、なんかね、1枚こういう色持っておくと春まで着られそうだなって思いました。シルエットとしてはね、全体にすごくブカッとした太めの感じで、今流行りのバギージーンズですね。バギータイプってここが太ももからすごい広いタイプのデニムなんだけれども、こういうね、バギータイプに挑戦したことないわっていう方は、試しにね、これからトライしてみるといいかもしれないですね。これね、さすが丸にコラボなんだけど、このね、パッチの部分がね、レザーなんですよね。なかなかの高級感、色もすごい可愛いし、合わせやすいんじゃないかなと思って、これはかなり使えると思います。2つ目に母ちゃんが購入したのはこちらです。こちらヒートテックタートルネックティーかっこ長袖、カラーはね、これ11番のピンクっていうカラーで、母ちゃんはね、 M サイズを選びました。お値段が1990円でした。かなりね、大胆なブロック配色なので、かなりね、コントラスト強いし、1枚でね、着ることはあんまりないと思うのね。だけどこの襟元とか、あと袖口のこのオレンジをね、チラチラとニットの下から見せるとか、T シャツの下から見せるなんていう使い方が使いやすそうだなと思って、これは本当にインナー用として買いました。サイズ感はね、割とヒートテックだからぴったりしてるんですよね。だからあんまりこうお体の線が出たくないわっていう方は、ワンサイズアップしてみてもいいかもしれないですね。3つ目にご紹介するのがこちらです。ミックスカラーニットオーバーサイズフルジップパーカー長袖、こちらは28番のダークオレンジっていうお色です。母ちゃんね、 XL サイズを選びました。お値段が5990円です。今回のユニクロ×マルニのトップスのラインナップの中では一番まあ使いやすそうっていうか、着回しが効きそうでね、使いやすそうなアイテムだなって思いました。これね、すごいね、多色の糸を組み合わせてるんですね。オレンジとマスタードイエローとブラウンの糸を組み合わせて編み立ててるんですよね。だからこれ一色で、例えばイエローとかだとかなりこうフラットな感じ、ペタッとした感じになると思うんだけれども、このね、多色の糸ミックスしてるおかげでものすごく奥行き感があって可愛いなって思いました。絵描いててもそうなんだけれども、明るい色って前に浮き出て見えるし、暗い色って後ろに沈んで見えるんですよね。でその色の効果のおかげで、すごくこう凹凸感があるっていうか、奥行き感があるように見えます。こちらね、素材はアクリル 40% ポリエステル 30% そしてナイロン 20% ウール 10% ですね。すごく扱いを丁寧にしなきゃいけないニットっていうよりは、お家の中でザクッと着てもいいニットだなって思います。着るとこんな感じですね。袖口とそれから裾のね、リブのところの配色もね、ブラックかな、ブラウンかなとレンガ色の組み合わせで、まあ、配色になってますね。そしてこの紐がブラウンだったりします。結構凝ったカラーリングをしてますね。素材と色はすごいこう丸にっぽく
くて凝ってるんだけれども、デザイン的にはね、これもうごくごく普通のフーデッドパーカーですよね。だから意外とああいう着やすいっていうか使いやすいんじゃないかなって思います。そしてね、すごいなって思ったのがね、これね、ポケットがね、ちゃんと下がりポケットついてるんですよね。ニットでこのポッケだけ別に編むわけで、それをねこうやってプランってぶら下げてるんですよね。こういうの何がいいかっていうとさ、これポッケにこう手突っ込むじゃないですか。でその時にこうピッと見えるね、この中側もちゃんとお揃いのニット、ちゃんと辻褄が合ってるんですよね。これ安い服だったりするとここ見えてるのが急にコットンの真っ白みたいな感じでちょっと興ざめしちゃうので、この辺もねハイブランドコラボらしくきちんと考えて丁寧に作られてるなって思います。ユニクロ丸にコラボでカジュアル次に買ったのはこちらです。ミックスカラーニットフードストール、こちらも28番のダークオレンジでお値段が2990円でした。これすごい可愛いなと思って、なんかねマフラーにフードがついているみたいな感じのデザインなんですよ。なんかねこれがあったからこのオーバーサイズのフルジップパーカーを買ったって感じです。母ちゃんはニットの上に同じ素材でね、こういう風にニットを重ねるのでなんかねこう簡単なのに着こなしに立体感が出て見えません？なんとなくねこうニットオンニットって複雑なことをしてるように見えるんですよね。これねもうなんかマフラー代わりにこうやって首元に巻いたりとか、あとすごい最悪さ寒かったら自転車とかね乗ってる時耳寒かったらこうやって、今バーラクラブ流行ってるじゃない、母ちゃんやると完全にキノコなんだけどねこんな感じでね寒い時は自転車に乗ってもいいんじゃないでしょうか母ちゃんがやるとこれ国籍不明な人になっちゃう。まあね、こういうコーディネートって色がねいろいろ入って割とまあ下手すると子供っぽくなりがちなので、シューズはグッチのシルバーにしてみました。今回選んだユニクロ丸にコラボを全部着てスタイリングして、そしてその上からコートを羽織るとこんな感じになります。コートってね中着てるものを半分ぐらい隠してしまうので、まあコートをね無地でさらっと合わせたりするとなんとなくこう全体に色がいっぱい使ってある割にはまとまりのあるコーディネートになるんじゃないかと思います。あともう一点買ったのがシルク風呂敷スカーフ、これ34番のブラウンカラーでお値段が1990円でした。なんであのスカーフの名前に風呂敷ってついてるのか謎なんだけどね。これ母ちゃん今回のコレクションで正直一番好きですね。見てすごい綺麗なカラーリングで、これねちゃんとシルク 100% なんですよ。今回のコレクションタートルネックもそうだけど、エミリオプッチみたいですよね。エミリオプッチってご存知ですかね、あのフィレンツェのメゾンなんだけどね、イタリアらしい配色のプリントがすごくお得意なハイブランドなので、よかったらググってみてください。今回のねユニクロマルニのコレクションの中ではこのスカーフが一番使いやすいかなって母ちゃんは思います。今回のねこのユニクロ丸にコラボのアイテムを、まあ、全身スタイリングしてもブランドがちゃんとカラーコーディネート考えてるわけだからすごく素敵なコーディネートになると思うんだけれども、でも一見して丸にって感じになりますよね。自分なりのね個性を出すために、まあ、母ちゃんだったらこんな風に着るかなっていうのを今日いくつかご紹介したいと思います。母ちゃんの着回しコーデ一つ目はこちらです。こうミックスカラーニットにボトムスは女性らしいサテンフレアスカートを合わせてみました。なんかこうボトムスがエレガントでトップスのカジュアル感が相殺されるような、まあ、抜け感コーデですよね。この数年でねサテンスカートにパーカーっていうコーデは結構ね慣れてきた方も多いんじゃないかと思います。だからまあその応用っていう風に考えれば全然難しくないコーディネートなんじゃないでしょうか。母ちゃんの着回しコーデ2つ目はこちらです。これはですねヒートテックタートルネックティーに前に買ったドライスウェットタックテーバードパンツをボトムスに履いてこれブーツインしてます。そしてこれねブラッシュドジャージージャケットに今回のミックスカラーニットフードストールを巻いたっていうコーディネートになります。このジャージージャケットってなんだかんだすごいよく着ました母ちゃん。このねブラッシュドジャージージャケットとテーパードパンツだけだとブラウンホワイトみたいな感じでちょっとまあ物足りないかなっていう時にアクセサリーするのももちろんいいんだけれども、アクセサリー代わりのねアクセントとして
して、このタートルね、タートルのこの襟元と袖口のオレンジすごい見えて可愛いですよね。それとこのフードストーリーがいい感じのアクセントになるんじゃないかと思います。そして3つ目の母ちゃんの着回しコーデがこちらになります。マスタードカラーのバギージーンズにこれね、ブラッシュドジャージジャケットを羽織って、そして今回のユニクロマルニコラボのスカーフをしたっていうコーディネートになります。このね、多色使いのスカーフって何がいいって、たくさん色が入ってるじゃないですか。だからこのうちの1色をどこかにね、もう1回繰り返してあげるとすごいコーディネートがまとまるんですよね。なのでこういういろんな色が入ったスカーフって1枚持ってるとすごく便利だと思いますよ。今日は2022年秋冬のユニクロマルニコラボ母ちゃんの購入品とコーディネートをご紹介しました。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。もしこのチャンネルがお気に召していただきましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてチャンネル画面のベルマークを押していただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、そちらも合わせてお願いします。最後に今日の母ちゃんのコーデ紹介です。今日こちらに来ているのは、今回ご紹介したバギージーンズ、そしてトップスはやっぱりユニクロのドライスウェットクルーシャツ、そしてユニクロマルニのスカーフを入れてみました。それじゃあまたねー。